やばい、エロゲの案件来たらどうしよう。やばいよ、ほんとに。人と、ゴキブリは、環境を変え、星を変え、姿形さえ変わり果てても、戦いは終わらない。誤算があるとすれば、たとえ虫けらのように利用されるだけの人生でも、人には意志があるということだ。さあ立ち上がれ。君たちにはこのエッチな罰ゲームをするという釣りサムネみたいな放送を見るという意志があったのだろう。ということは、君たちにはチャンネル登録をするという意志があるんじゃないのか。そう、君たちには意志がある。さあ今ボタンを押す。さあ押したまえ。いやー、いい演説だったはぁじゃないんだよね。いや、いい演説だったいや、我ながらかっこよかったし、いい演説だった、ほんとに。君たちには意志がないのか？あるよな。意志があるんだよ。そう、はぁちゃまにも意志があるんだよ。このよくわからない地獄のような配信をする、この企画をするっていう意志を持って、やってるんだよ。無謀なことでも、もしかすると、もしかすれば、95万人、今日突破するかもしれない。その 1% の可能性にかけて、今配信してるんだよ。さあ、登録しよっか。エモいと思わない？みんな。エモいよね。カズマは、どんなに恥ずかしがろうが、どんなにキャラが崩壊しようが、続けるよ。頑張るね。ということで、次の、セリフを選んでいきましょう。すでにね、登録してくれてる先輩たちはありがとう。今の演説で今の演説によって意志を持った豚野郎どもが動いたぜ。やったー。400人の豚野郎どもありがとよ。いや、ほんとに嬉しい。豚野郎どもほんとにありがとう。豚野郎なんでもないよ。よし、じゃあ次行きましょう。オッケーでーす。え、次は、ドン。私が、抱きしめて、あげる。かわいい。助かるー。はい、次行きましょう。いやー、はーちゃまさ、椅子にさ、体操座りしてるわけ。L 座り。通称 L 座り。超痛いから、椅子の上であぐらかくわ。次行きましょう。先輩、今日は、急に呼び出したのに、来てくれて、ありがとう。
のね。実はずっと考えてたんだけど、言おうと思ってたんだけど、遅くなってごめんね。あのさ、母様と先輩が他の人と一緒に年を取ることなんて考えられないし、考えたくもないんだ。先輩、結婚しよう。こうしてハーチャマと先輩は末永く幸せに暮らしましたとさ。ってなるわけねえだろ。なんでハーチャマが結婚しようって求婚しなきゃいけないの？求婚するのは先輩の役目でしょ。もう離婚だわ、離婚。はい、優勝。結婚しよう。ふふふ。やだね。そっちから求婚してきなさいよ。求婚の日。母ちゃま求婚の日。しゃあない結婚したら何様だボケ。ふふふ。はい、じゃあ次行きましょう。スピード結婚。ふふふ。オッケー。じゃあ、まずは、普通に男の子バージョンね。やっべ、急に抱きしめたくなってきた。汗かいちゃってるけど抱きしめていい？ぎゅっ。キモータバージョン。やっべ、急に抱きしめたくなってきた。汗かいちゃってるけど抱きしめていい？気持ち悪いな。こんな気持ち悪いハーチャマでも受け入れてくれる？キャンピ。では次。いや最近さ、ハーチャマさ、キモータやってないからさ、なんかあんま下手くそになっちゃったかもしんないわ、キモータ。いきますよ、ここから合わせ技で2256に合わせ技をするというね、ことなんですね。2256。果たしてどんなセリフがあるんだ？56と？え？そんなシンプルな合わせ技ある？そんなシンプルに合わせ技してくることある？天才か？そんなシンプルに合わせ技してくることある？こんなシンプルな合わせ技あるんだ。よく探してんな、これ。こんな短い文章、本当にもうね、探しに探しまくらないと、もう選び抜かれないやつだよ、これ。やばいな、マジで。確かに、2256の万用性が、すごすぎるね、これ。いやー、ちょっとやばいね。サービスしすぎて、鼻血やばいんじゃないの？みんな大丈夫？血圧上がりすぎてない？みんな。これで5000人増えるかもしれない。みんな見てくれてありがとう。ありがとう。母ちゃまと出会ってくれてありがとう。エモいわ。こんなエモいこと言った後にこれ読むんだ。こんなエモいこと言った後にこれ読むんだ。そろそろ死にそう。大丈夫。耐えて。耐えて耐えて耐え抜いて。頑張って。これ
24時まで続く気がする。ハーちゃまはよし行くよ。なんだこのプレイは。なんだこのプレイは。突き刺すってなんやねんって。もうなんかもう通り越して突き刺しちゃったの。殺されちゃうの、ハーちゃん。踏まれるだけじゃ物足りなくて、もう刺される運命になっちゃったの。オッケーです。次行きましょう。次選んでいきたいと思います。1700ね。絶対やばくない。え、なにこれ。お前絶対ガチだった。やばいやばい。え、なにこれ。え、なんこれ。わかるよ。19なのはわかるよ。でも違うじゃん。19なんて求めてないじゃん、みんな。みんな求めてないじゃん、だって。母ちゃんはわかるよ。みんなは19じゃないのがいいって。Thank you.
プリが大事なんだよね、こういうのはね。ねえ先輩、どうしよう。見て、ぐちょぐちょになっちゃった。なっちゃった。なっちゃった。ふーん、エッチじゃん。次行きたいと思います。いや特にね、何もエロくないけど。ふーん、そういうことね。ふーん。はい、じゃあ次のセリフ選んでいきましょう。これはね、こうして。こんな顔で。ねえ先輩、もうそろそろさ、様に従順な豚になりなよ。もともとその気あるんでしょ。分かってんならさ、母ちゃまに依存すれば楽になれるんだけどね。もっと楽になりなよ。はい、違うでしょ。ブヒーだよね。豚の鳴き方知ってる？はいじゃなくてブヒー。これ常識だから。楽しい、最高。なんかコメ欄ブヒブヒ泣いてるよ。ボコボコにしてやるんだよ。わかったか。じゃあ次のセリフ選びまーす。次は何のセリフになるかな。次も罵倒セリフかな。楽しみだな。次は何になるかな。ドン。なんで僕がナース服着せられてんのかな。こういうのは女の人が着るものでしょ。恥ずかしいよ。やばいやばい、なんとも言えねえ、なんとも言えねえ。やばいやばい、ああ、もう無理、あもう無理、もう無理。こんなの1時間もつ、やばい、無理無理、あと49分もこんなの続けてられない。もういいかな、もういいかな。もうはーちゃま、もうはーちゃま終わりにしよっかな。なんではーちゃまこんな放送やろうと思ったんだろう。恥ずかしすぎて、恥ずかしすぎて、やってらんないよ。はーちゃまこんなのあと49分もやるの。
限界を超える？なんで？こんなのもう無理だよ。もうできないよ。茶番はさておき、行きましょうか次。無理だよ。無理だよこんなの。こんなの。こんなひでえセリフ読んだら放送終わる前にバンされちゃうよ。ひど音量上げくそお前。お前覚えてろよ。お前人とか思ってねえだろ。おい、ひどいセリフ、ひどいセリフ、ツンツン、ツンツンでハンチャマを分からせるとかアホだけどね、ほんとにツンツンって何だし、ツンツン行くか。やばい、ちょっとなんか心の準備が必要になってきた。でも足が麻痺してるからな、ツンツンされるんだね。よいしょよいしょ、やばいやばい、よいしょよいしょ。 BGM で、あ、こういうこと、こういうなんか悪の組織にやられて誘拐されましたと。号泣しながらのがやりやすいんだよな。ないわ。勢いでやる、これ勢いでやるやつだった、これ勢い
これ。くそーくそー、分からせられる予定じゃないのに。ねえ、今たっぷりをし、急に恥ずかしい、急に恥ずかしい。無になってよく言えました。うるせえうるせえ、よく言えましたじゃねえんだよ。母ちゃんもいじめて楽しいか、楽しいんだろうね。でも母ちゃまだって豚をいじめんの楽しいんだ。なんかいい、なんかいい罵りのセリフいい、ないかな、ないかな。こっちはきついんだよ。ああ、そうか。ハーギャクってきついのか。いいよ、きついならハーちゃまが変わろうか。ハートンギャクは楽しいんだよね。いじくり回したいな。もっとコテンパンにしたいな。ないかな。ないかな。ののしりセリフ。ののしりセリフがほーし。そういうのがいいんだけどな。ではドン。実はさ、みんなに黙ってたことがあるんだ。母ちゃまさ、ゴキブリのこと知れば知るほどゴキブリのことが好きになっちゃう。ゴキブリが可愛すぎるのがいけないんだよ。シュひどいよ、こんなの。こんなひどいセリフないよ。本当にひどいわ。さあ、次行きまーす。誰にキスしてんだよ。次行きましょう。俺が欲しいのは、箱ティッシュだけだ。箱ティッシュさえいれば、他に何もいらないよ。あ、もう離さない。ずっとそばにいて。ずっと。俺だけのものでいて。こうして箱ティッシュとレッド君は
末永く幸せに暮らしましたとさ。よし、次行こうか。よし、次行こう、次どんどん行こう。先輩、そんな目で見ないで。もう、熱くなっちゃう。かわいい。次行こう。もうね、恥も何もね、感じなくなってきたね、はーちゃまは。なんだよこのシチュエーション。赤くはならんやろって。見ないでよ私のパンツ。パンツ履いてないじゃん、そもそも。一つはっきり言えることは、スチームアイロンにおしっこをしたのは赤いハートではないということです。え、ハーチャマはやってない。ただ舐め回すように見てただけだよ。もう、では次のセリフを
読みたいと思います。したいよ、したいしたいしたい。ねえ、しよ、しよ、しようよ。ね、しよ、しよ、しようよ。完璧。月が明るくてとても綺麗ですね。ところで、それとこれとは別の話なんですが、ハーチャマのこと愛してます。ハーチャマはハーチャマのこと愛してます。好きです。そろそろいいかな。ねえ、弱い者いじめ大好き。豚野郎って偉いねー。はーちゃまの言いなりになっていじめられてどんな気持ち？いじめられてどんな気持ち？嬉しい？気持ちいい？楽しいの？ねえ。え？実は、ハーチャマ、ド M なんじゃないかって。そんなわけないじゃん。ハーチャマは今までずっと、ド S キャラでやってきたのに、ド M なわけないじゃん。え？いじめてほしいかって？ずっと思ってたけどさ、みんな甘いんだよ。もっといじめてよ。もっともっといじめてよ。もっと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 さ。3時間罰ゲームセリフ足んないんだよ。のこともっともっといじめてよ。
終わった。